人生は人体実験だ。はい、皆さんこんにちは。今回は小麦粉をやめたら睡眠が改善したのダイエット&便秘対策編ということでお送りします。本当は先に昼食編をやる予定だったんですけど、15日から新しい試みにチャレンジし始めたので、一度この15日までの内容をまとめておきます。それでは今回のメニューは、第1章体重は減ったのか、第2章便秘対策と効果、2章のその1運動して対策、2章その2食べ物で対策といった内容でお届けします。今まで健康やダイエットに関する動画をたくさん見てきたわけですが、これ食べれば健康になれるよとかね、不調の原因はこれです、だからこうしなさいみたいなね、そんなことを言う人はたくさんいます。そういった動画の多くはメリットは説明していてもデメリットについてあんまり触れてないような、そんな気がします。そこで今回は私が体験したデメリットである便秘気味になったという話をします。社会人でも学生でも毎朝決まった時間に済ませておきたいですよね。通勤や通学途中、外出中、そんな時に急に来ると困りますからね。そんなわけで今回は便秘気味になったということをクローズアップしてみました。それでは第1章体重が減ったのかについて話します。皆さん気になってるんじゃないですか、ここね、こちらがですね、体重はほとんど変わってないと言って出した前回の8月3日までのグラフですね。注目してほしいのはこの最後の2回分です。ここまで今まで、77キロぐらいだったのが75キロまで落ちてるんですね。およそ75キロ、こちらが実際の数字になります。ただ、まあ、2回だけの話だし、動いてない日と動き回った日では1キロや2キロ違うんじゃないっていうことでスルーしてました。それで前回の動画は体重は変わってませんっていう話になってたんですね。しかしですね、その後も、安定して74キロ台これが出るようになったので、もうこれはもう痩せたと言っていいんじゃないかという話ですね。これにはね、便秘対策が深く関わってるんですよ。出るようになったから体重が減って安定したという話ですね。やっぱりコマーシャルじゃないですけど、出すって大切。そうなんです。出すって大切なんです。簡単な説明になってしまいましたが、ダイエットについては今回はこれにて終わりです。それでは第2章便秘対策と効果、これについて話します。第2章のその1運動して対策。運動といってもね、そんな大したことはやってません。朝30分散歩に行くだけです。あとラジオ体操ですね、ラジオ体操をやってるだけですね。もちろん雨が降ったりめんどくさかったりで歩かない日もありましたけれども、とりあえず3日坊主にはならずに続いてます。それからラジオ体操ですね。ラジオ体操の中でも前屈や上体を反らす運動、これは特に効くんじゃないかなと思って普通のラジオ体操の2倍量をやってますね。特に便秘対策として、やってる運動については以上です。朝の散歩とラジオ体操、これだけですね。それでは第2章のその2です。食べ物で対策。私は今お昼にナッツ類を食べていたわけですけれども、これは中田さんの16時間断食しなさいみたいなやつで言ってたやつですね。普段と違うことといえばこのナッツ類です。そこで、まあ、調べてみたら、単にナッツ類を食べ過ぎていたわけですね。調べた限りの情報にはなるんですが、特にカシューナッツが良くないことが分かりました。カシューナッツはある程度食べるには食物繊維がお腹の調子を整えてくれるということらしいんですが、食べ過ぎるとかえって便秘になるということが書いてありました。それでカシューナッツを制限し始めたんです。
最初は全然食べない日を一日作ったんですね。そしたら次の日は、まあ、麺が柔らかくなってたという話ですね。まあ、出にくいことに変わりはないんですが、多少改善したということですね。それからはですね、一つ食べて、次の日また二つ食べてという感じで、今ちょっとどれぐらい食べたらいいかを探っているところですね。もちろん、炭水化物を減らしているので、まだ便秘気味といえば便秘気味なんですが、多少楽になったのかなというふうに思います。それで、食べてるナッツ類なんですが、アーモンドとカシューナッツとクルミ。カシューナッツはね、一番甘みがあって美味しいんですよね。私にとってこれは残念なお知らせでした。それからですね、食べ過ぎていた原因なんですけれども、やはり、最初からお昼をね、極端に少なくする。ナッツだけにするとかね、ナッツと野菜だけにすると、やっぱり物足りないんですよね。そんなわけで、慣れるまでは結構食べ過ぎに注意ですね、これね。あと考えられるのは、キムチを食べ始めたこと、キノコ類を食べ始めたこと、便秘改善に効果があると思われるのはこの二つですかね。私としてはカシューナッツが一番の原因じゃないかと思っております。それから納豆とかヨーグルトね、こういうのはね、今回の試みを始める前からずっと食べてたので、あんまり関係ないかなと思ってます。それでは今回の話をまとめます。小麦粉をやめたらダイエットになったという話なんですけど、私はご飯も減らしたし、ラーメンもほとんど食べてないので、主食である炭水化物を減らしたらダイエットになったというね、まあ当たり前のような話です。ただ、便秘気味にはなるし、出ないと体重はあまり減らないので、少し運動をしましょう。カシューナッツの食べ過ぎには注意しましょうという話でした。この動画ちょっと面白いなとかね、役に立ったわという方、ぜひコメントやチャンネル登録をお願いします。さてここからはちょっとね、もうまとめちゃったのでね、雑談みたいな話になるんですけれどもね、本題からそれます。なるほど、ダイエットになるなら俺もやってみようかななんて思った皆さん、朝の散歩はモチベーションが続きそうですか？三日坊主になりませんか？多分ね、女性だったら綺麗になりたい、痩せたいっていうね、自分への欲求っていうのが強いので、それだけでモチベーションになるとは思うんですが、私たちおっさんは、そこまで自分のために何かをやり続けるのは難しいかもしれません。そこでね、歩くだけじゃなくて、他に目的を持った方が続くんじゃないかなという、ご提案です。他の目的か、やっぱり出会いだろう。そう考えた皆様、お気持ちはよくわかります。70年代80年代の漫画によくありましたよね。朝ジョギングしてたら、犬の散歩をしている女性に出会ってほにゃらら、同級生や知り合いの女の子に会ってほにゃらら、あるいはね、ライバルがジョギングしてるのとすれ違って火花が散っちゃうみたいなね、そんなのよくありました。確かにね、私も仕事から帰ってジョギングしていた時は、同じようにジョギングしていた同世代の若い女性によく会いました。もちろん何もありませんでした。お互い一生懸命走ってるので挨拶さえしたことがありません。あ、そうか、お、ただたま会えたんだ。そんなのにね、女の子に会えちゃった。じゃあ会えるんだ、やっぱりな。俺なら挨拶ぐらいできるぞ。その後仲良くなることもできるぞ。そう考えた皆様、残念ながら違うんです。違いますよ。私がジョギングしてたのは20年以上の前の話で、当時同世代だったという話ですね。朝は、最近はね、朝の散歩を日課にしてきましたが、コロナ禍でしかも夏休みということもあって、歩いている人の年齢層は結構高いです。犬の散歩をしている人、これはね、私が見た感じだと6対4ぐらいで女性の方が多い、そんな気もしますが、
同じような年齢層です。もちろん自転車まで入れると現役世代が通勤しているので若干その平均年齢層は下がりますけどね。要するに犬の散歩をしている人は70年代80年代に、その世代の若者だったという人が多いわけですね。なのでモチベーション維持を横島な気持ちに全振りするのはやめた方がいいと思います。ゆるキャンでキャンプが流行っても女子高生のソロキャンパーなんていませんよ。それでもいや出会いある絶対あると思ってる人は、それがモチベーション維持になるんであれば別に、いいと思います。個人の自由だと思います。ただですね、若い女性とお知り合いになれたらどうしよう、なんて声かけようか、そんなことに悩む時間があるんだったら救急救命措置の方法とかを学んだ方が、役に立つかもしれませんね。それから山の中だと携帯が飛ぶ場所を確認するとか、今は結構登山道でもね飛ぶんで大丈夫だと思いますが、それからですね、自分が歩いてる道がなんていう道なのかっていうのはね調べておいた方がいいと思います。ここでですね、私が考えた田舎にありそうなシチュエーションというのをね紹介します。もしあなたが散歩中に誰かが倒れてるのを見たね、倒れて119番に電話しなきゃってなった場合です。あ、おい大丈夫ですか、大丈夫、あ、これはまずい、救急車呼ばなきゃ、ピッポッポ、はい119番消防署です、火事ですか救急ですか、消防署、消防車呼んでないよ、違うよ、救急車って何番だっけ、あ、救急ですね、住所は、住所ってここどこだよ、あれだよ、山の下から山の上に行く道な、わかるか、山の下から山の上に行くバス通りがあるだろ、バス通り、そこの通りから右に2本目の通りだよ。山の下ですか、何丁目になりますか、何丁目とかねえよ、わかんねえよ、ほらあれだよ、山の上の高木さんの家の前の通りだよ。はい、昭和時代だったら通じたかもしれません。でもね、昭和時代の田舎って同じ名字の人が多くて下の名前まで言わないと通じなかったことが多かったんじゃないかな。そしてね、田舎に行くと何丁目っていう括りがなくて一つの地名が広範囲を示していることも多いような印象です。あとですね、目印がないね、田んぼのだらだら広い田んぼが広がっているところでね、誰の田んぼだかわからないところの中のあぜ道ね、通りの名前もないあぜ道だよ、どうやって消防署の人に説明しますかという話ですね。あと消防署の人が若いと南郷線とかちゃんとね公式な名前を言わないと通じないかもしれませんね。そんなわけで公式な名前ね、市道南郷線とか県道南郷線とかね、そういう名前は覚えておいた方がいいかもしれませんね。まあ実際にですね、私も普段30分歩いているコースがですね、なんていう名前なのか知らないですね。今のうちに調べておきましょう。まあ実際にですね、人が倒れてるのを見たら、結構冷静なつもりでもパニックになってると思います。日頃から道の名前や目印など、そんなものをメモを取って、持っておくのもいいかもしれませんね。携帯のマップで見ればわかるかもしれませんけれども、いちいち携帯出してね、その前に消防署と電話してるんですよ。その時に画面切り替えるのもまた問題ですしね。そんなわけでラブレターよりはコースのメモね、それを持ち歩いていた方が便利かもしれません。はい、話がね脱線しまくってますけれども、次の目的はですね、写真ですね。私も YouTube もやってるし写真も売ってるのでカメラは持ってるんですけれどもね、写真を撮るのが好きな方ね、
明するまでもないんですが、季節ごとに変わる花、ね、天気や時間で光や色が変わる風景写真、こんなのいいですよね。フィルムカメラの時代と違って撮ってみるだけならそんなにお金かかりません。皆さんこれを見てるってことはパソコンなりなんか持ってるんですよね。まあそんなね、いいカメラ持ってないよという人もね、携帯のカメラも最近は高性能なものが増えました。パソコンで見たり SNS でアップするぐらいだったら十分じゃないでしょうか、ね、ただね、あんまりね写真撮りまくってると立ち止まってばっかりになるので、あんまり散歩の意味がないかもしれませんね。最後に私がおすすめする、目的は収集です。なんだよ収集って、何集めんだよ。そんな風に思った方も多いでしょう。別に何を集めてもいいんですけれども、何かを拾って持って帰るとかするとね、部屋が散らかるだけなのでやめた方がいいと思います。私がイメージしたのはスタンプカードです。夏休みの朝のラジオ体操思い出してください。行くとスタンプをしてくれましたよね。ラジオ体操とかどうでもいいけど、とにかくスタンプだけ欲しかったじゃないですかね。適当にラジオ体操やってスタンプだけをしてもらう、まあ、あるいはラジオ体操の後半に行ってねスタンプだけをしてもらうとかね、もうスタンプを集めることが目的になったわけですよ。そのスタンプ帳を自作してみませんかという話です。まあ別にカレンダーの予約でもいいんですよ。なんかカレンダーの予約にね、散歩行った時は丸印をつけるとかね、そんなことをやってみませんか。さあ、私がおすすめする、目的ですね、3種類紹介しました。さあ、あなたはモチベーション維持のために何をしますか。あるいはね、他にもこんな方法があるぜとかね、これでモチベーション上がったぜみたいな、そんな意見がある方どうぞコメントお待ちしております。あるいはね、出会っちゃったね、出会ってしまった方コメントお待ちしております。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバーイ。